明日23日から、メグロレン、松村北斗、有岡大樹ら日本アカデミー賞新人俳優賞の取り下ろし企画開催。第46回日本アカデミー賞新人俳優賞受賞者の取り下ろし企画、ニューシネマフェイス2023が、東京渋谷、レイジャード宮下パークにて2月23日から3月16日に開催される。ニューシネマフェイスは、第35回日本アカデミー賞より始まり、 今年で11年目を迎える新人俳優賞受賞者の取り下ろし企画。今年は昨年同様に渋谷のランドマーク、宮下パークにて開催され、館内に今年の新人俳優賞受賞者の取り下ろしビッグボードが登場する。さらに、受賞者からのコメントも2月28日より宮下パーク公式サイトで公開される。新人俳優賞受賞者の受賞作品とコメント、自分にとって映画とは、 10年後20年後の自分像は、は以下の通り。